フリーゼ436ビットの創造図ホットネプチューンホットネプチューンまたは熱い海王星は太陽系外惑星の分類の一つ軌道長半径0.1天文単位以下と構成に非常に近い軌道を持ち21球質量以下の質量の天王星や海王星程度の太陽系外惑星の呼び名として使われる近年の観測によって 以前考えられていたよりも多くのホットネプチューンが存在することが明らかになった。最初に発見されたホットネプチューン候補惑星は2004年にドップラー分光法によって発見された祭壇座、ミュウセイ C である。惑星の質量や半径が判明し、確実にホットネプチューンであると確認された初めての例は2007年に発見されたグリーゼ436ビットである。 ホットネプチューンがどのように形成されたのかについては諸説あり、現在も研究が続いている。大きく分けると、原子惑星系円盤の遠方で形成された後に、円盤内を内側へ移動して、主星の付近まで到達したという説と、現在の主星付近の軌道で形成されたという説が存在する。どちらの形成過程を経たかによって、惑星の性質は異なると考えられる。 より低温の遠方で形成された後に移動してきた場合、惑星は氷やその他の気発性物質を多く含んだ素性になることが予想される。一方でその場で形成された場合、温度が高いため惑星の主要な成分は難気発性物質であると予想される。ただしいずれの形成過程であったとしても、ホットネプチューンは質量の大部分は水素とヘリウムを主体としたガスで占められている。 ありがとうございます。